自分だけの物語を盛り込んだファンアートでカジュアル男性キャライラストを始めましょう。こんにちは、フリーランスイラストレーターのグゴンです。私は多数のウェブ小説の表紙やイラストを制作し、ラウムアカデミーの講師としても活動しています。目の左右対称が合わなかったり、不自然な絵の仕上がりに悩んでいませんか？自然な顔の描き方から繊細な感情表現まで、ファンアートに最適な男性キャライラストスキルを公開します。デフォルメに関する基礎知識から、色塗りが苦手な初心者のためのモノクロとカラー2種類のイラスト実習を用意しました。ファンアートはストーリーテリングがポイントです。外見や性格、設定分析をもとに自分だけの物語と演出を加えてみましょう。私はイラストレーターのグゴンです。コロソでお待ちしています。